はい、どうも皆さんこんばんは、サイデーマンです。ドラゴンクエスト11、今日もやっていきたいなと思います。よし、前回のパートでですね、時忘れられた塔かな、やってきて過去に戻るという、ベロニカちゃん、そして世界の人々を助けるために過去に戻って、ウルノーガが覚醒してしまう前に、戻ろうということですね。ということなんで、この時代とはね、もうこのパートでおさらばすることになります。みんな、また会おう。そしてさようなら。この時代の仲間たちとはもう二度と会うことはないですね。僕の実況で二度と会うことはないです。また会おう。そしてさようなら。過去に戻りたいと思います。ベロニカちゃんを復活させに、ベロニカちゃんが死ぬ直前ですね、に戻るということです。覚悟を決めたのですね、最低マン。では私の知りうる限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊した時、あなたが過去へ持っていけるのはおそらくあなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そしてアイテムは持っていけないのかな。時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫ってなんだ。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。なるほど、持っていけるってことです。お金とアイテムは持っていけるってことですね。そして経験値は持っていけるってことです。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。でも体験なんだよな。さあ、私の知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら時のオーブの前へどうぞ。行くか、みんな。さようなら。いやでもこの時代のね、この仲間たち本当に不幸だと思いますね。この時代は崩壊してしまってる時代で永遠に元に戻らないんですよ。で、ベロニカちゃんもこの時代には戻ってこないんで、この時代の仲間たちは本当にかわいそうだと思います。この階段を進むともう後戻りはできません。過去に戻りますか？はい。本当に過去に戻りますか？いや、本当にね、これ究極の選択なんだと思います。いきます。はい。ベロニカちゃんを復活させるということです。正直ね、世界の人々が死んだみたいなこと言われてますけど、世界の人々はどうでもいいんですよ。僕にとってね。ベロニカちゃんさえ蘇れば、世界の人々全員死のうがね、ぶっちゃけた話どうでもいいんです。いや、まあこういうの言うのどうかなと思うんですけど、ベロニカちゃんさえ蘇れば世界の人々のことはどうでもいいという感じです。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。最低マンよ、前へ行きます。もうこの時代には戻ってきません。最低マン。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。そうですね、記憶がないですもんね。もうグレーグったら、堅苦しい別れなんてやぼよ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。二度と会えないですからね、言ってしまえばこれ。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。最低マンなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ最低マン、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。じいちゃん。最低マンよ、立派な顔つきになったの。何、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。ほっほっほ。ちょっと泣かせてくれるじゃないですか、じいさん。
サイテイマン様、私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間、私絶対に忘れません。だからサイテイマン様、だからまた私のことを探し出してくれますか。必ず。もう根性の別れですね。さあ時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトルはエンディングの後に意味があったということですね。多分このイベントがエンディングよりも俺は意味があるような気がします。ぶっちゃけウルノーが倒した後にエンディング僕著作権の関係で出せませんでしたけど、それよりもこっちのイベントの方が俺は意味があるような気がしますね。最低マン、最低マン、じいさん元気でな。最低マン、俺たちはもう一度お前と旅をするからな。過去に行きます。世界を、そしてベロニカちゃんを復活させるため、また会おうぜ。おかしなことがあるんですよ。俺ちょっとおかしいなと思ってることがあって、僕が実況してきた冒険あるじゃないですか、ウルノーガにやられた方の冒険。あの時に未来の最低マンが来てもおかしくなかったんですよ。未来の強い勇者の剣じゃなくて魔王の剣を持った最低マンが来ても良かったんですよ。だから最低マンが、だからなんていうんですかね、未来から来た最低マンがいても良かったんですね。いや今改装してますね。今改装してます。いやいろいろありましたね。いや本当僕の実況もいろいろありましたね。パート今もう89まで行ってんのかな。あんまりね、パート89まで行く実況ほとんどないんですよ、僕の実況の中でも。まあ、たまにパープロとか、ゼルダでも60、70ぐらいで終わったのかな、ブレスオブザワイルド。あとブレスオブザワイルドはね、またやります。落ち着いたら、実況が一通り落ち着いて、またやろうかなと思ってます。縛りプレイでやるかな。また楽しみにしていただけたらなと思います。ドラクエ同様ね、そちらの方も見ていただけたらなと思います。過去に戻ってきました。記憶しておきますか。念のためにここに記憶しておきます。なんか本当に取り返しのつかないことになったら嫌なんで。でもね、できなくなるとかじゃないと思うんですよね。ただ、しばらく不便だっていうだけだと思うんですよ。仲間がいないんでね。仲間がいないので、しばらく不便だっていうことだけだと思うんですよ。あと、勇者の剣がないとか、過ぎ去りし時を求めて、再び世界を救う旅に出た勇者に贈られる称号。まず、レベル、そして道具、すべて持ってます。勇者の剣以外は持ってますね。ただ体験になってますね。まあこれはしょうがないです。本当に過去に戻ることができたのか、聖地ラムダの様子を探ろうってことなんで、そうですね、本当に過去に戻ってきたんでしょうか。そしてみんないるんでしょうか。長押しでスキップって出てるってことは多分戻ってこれたんでしょう。同じようなイベントなのかな。まあ、僕の実況は変わりますけど、全く同じこと言ってたら面白いですけどね。過去のパートと言えたら面白いですけど。親勇者様、なんだか落ち着かない様子だけど気になることでもあるのかい。あ、セリフが全く同じってわけでもないんだ。一応未来から来たっていう体でみんな喋ってくれるってことですね。6つのオーブを集め終わったとか言ってみんなで大聖堂に向かったばかりじゃないか。仲間たちは大聖堂にいるんじゃないかいってことなんで、みんなに会いに行きましょう。ベロニカちゃんに会えますよ、皆さん。久しぶりに。行こう。
で、よくわかんない体験をいきなり持っていると。サイテーマンがいきなりよくわからない体験を持って戻ってくると。妙なのがね、1回目のパートでサイテーマンが現れなかったんだよな。未来のサイテーマンが。どうなってるんでしょうか。セニカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。いる!ベロニカちゃんがいます。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者サイテーマンを導きます。大樹は選ばれた者だけ入れる未開の先、その先に何が待ち受けているのか行ってみないと分かりません。でも、たとえどんな災難が起きたって、私が必ずサイテーマンをこの手で守ってみせます。サイテーマンは私たちの希望の光、その光がある限り世界は闇に染まらない。私そう信じてますか?なんか、一回クリアした後に、このイベント見ると、余計なんか感慨深いもんがありますね。だから無事に使命が果たせるよう、見守っていてくださいね、セニカ様。久しぶりだな。なんか、いつもより可愛く見えますね。死ぬ前のベロニカちゃんより。あ、サイテーマンじゃない。まさか今の聞いて。っていうか、そのご追勤は何よ?あんた今までどこ行ってたの?懐かしいな、このコミカルな感じ。ここで長老様の話を聞いてたら、急にいなくなっちゃうんだもの。びっくりしちゃったわよ、もう。俺は、友達に、そしてリスナーさんに、ロリコンと言われても構わない。このロリコンがあってコメントされても別にいい。そんなんする人いなかったですけど。別に、俺はベロニカちゃんが好きです。あんた一体どうしたの?そんな泣きそうな顔で見られたら、こっちも調子が狂っちゃうじゃない。これから大仕事するってのに、肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。しっかりしてよね、勇者様。そうですよ。この時代でベロニカちゃんを救えなかったら一緒なんですよ。俺は何のために戻ってきたのか。そう、ベロニカちゃん、そして世界の人々を救うためですよね。絶対にウルノーガに勝ちます。キャ、サイテーマンちゃん、よかった、戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。誰だお前、そもそも誰だ、後ろのおしゃらけたオールバックのやつは。どうしたのサイテーマンちゃん、さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、サイテーマン、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってんな。そんなの持ってたら悪魔の子って言われても仕方ないぜ。皮肉ですね、これ。面白い皮肉ですね。魔王が持ってましたからね。あ、まあいいや。それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまったよ。髪が長いですよ。皆さんどっちのセーニャちゃんが好みですかね。始祖の森の山頂にある祭壇に私たちが持つ6つのオーブを捧げれば命の大樹に行けるということでしたね。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにもいざ命の大樹へ向かうぞい。この老じいさんは多分まだエロ本見つかってないのかな。よかったな、老じいさん。はい、みんなが戻って、弱えーよー。待って、みんな弱。え、みんな弱。みんな弱。ちょっと待ってください。みんな弱いぞ。やばいぞ、これみんな。みんなこれやばいぞ。めっちゃ弱いぞ。弱い。やば。レベル34とかしかないんですけど。俺がしっかりしないとこれ、済むんじゃないか。俺はちゃんとしてんな、でも。うわ。弱えよ。うわ、これ弱いな。まずいぞ。とりあえずベストメンバー決めよう。神分身覚えてないんですよ。マルティナちゃんとりあえず入れとかないと話になんないですね、これ。で、ベロニカちゃんを守りたいんで、後列。いや、セネちゃん守りたいが。とりあえずシルビア入れよう。で、ハッスルダンス打てるようにして、
いやーこれはきつい。これちょっときついっすわ。この後命の大樹の始祖の森の方へ向かうということですね。はい、ということなんですけども、一旦じゃあこの辺でこのパート切ろうかなと思います。最近動画の時間が短くなってるじゃないかっていうあのコメントねいただいています。すごくね嬉しいです。僕の実況楽しみにしてくださってる方がね、いらっしゃってすごく嬉しいですね。実況やっててよかったなっていう感じがしてます。あとアドバイスとかもね、もう全部コメントは見させてもらってますんでね、本当にドラゴンクエストやっててよかったなと、実況始めてよかったなと思います。まあ、実況はこのゲームはね過去に多分戻ってきたんですけど、僕の実況はね前に進んでいくだけなんでね、僕のチャンネルの前に進んでいくだけなんで、ということなんで多分ねこの動画ドラゴンクエスト出す頃には多分別のゲーム、虚栄都市っていう、まあ僕絶対絶命都市を実況してたことがあるんですけど、カイジの声真似でちょっと黒歴史になりつつある、再生リストから見れるかなと思うんですけど、ああいう感じのゲームをね、虚栄都市っていう新作のゲームが出たんで、そっちの方もね実況してるんで、もしよかったらね、すごい暇だっていう方はこのドラクエ同様見てくださったらなと思います。ということでまた次回、いよいよベロニカちゃんを助けに行くという旅ですね。旅というか、まあ、ベロニカちゃんが戻ってきたっていうだけで俺すごく嬉しいんですけど、ウルノーが倒さないといけないんでね、やっていけたらなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。サイテマンでした。あと虚栄都市ももしよかったら見てみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。